お元気ですか？やっと2022年に慣れてきた毎日ですよね。毎日の散歩の中でも少しずつ自分なりに変化を取り入れて、新しいチャレンジを谷村も始めております。あなたは何かにチャレンジしているのかな？はい。さあ、今日も新たな気持ちでラジテレゆっくりと始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは、マイブーム。あなたの中にマイブームなんかありますか？そう、マイブームっていうのは自分だけのブームです。まあ、世の中の動きとは全く関係なく、自分だけで盛り上がっているもの。それがマイブーム。誰かに、共感してもらいたいとかって、そういうのとかまた別の、自分の中の密かなマイブーム。これって意外と誰にでもあるんじゃないかと思いますね。気がつくと、ここんとこずっとこれをしてるなとか、これを食べてるなとか、ささやかなマイブーム。僕はね、これ去年からのずっとマイブームなんですけども、これ食べ物で、ずっとツアーをしている最中に、このコロナ禍の中で、ステイしているホテルが、レストランもやってなくて、ルームサービスもやってなくて、そして街のレストランもやってない。そんな時に、本当に重宝してありがたかったのは、デリバリー系のものですね。コンビニに行って、チンして食べれるものっていうのも一つの手だったんですけども、あったかいものをデリバリーだけで、出してくれるっていう、そういうお店がいくつかあって、移動する前は必ずそれをチェックして 旅に出ておりました。そんな中で、何か、今日の夜一品食べる、何を食べようか。一般的にはお弁当系ですよね。それで多分男子の一番人気っていうのは唐揚げ弁当だと思います。はい。唐揚げ弁当と生姜焼き弁当。これビッグ2だと思います。この2つ、男子は全然異論なしだと思います。そんな中で、僕がハマってたマイブームはね、